はい、まめすけのご本紹介です。今日はこちら、庄司貞夫さんのバナナの丸かじりについてお話しますね。庄司貞夫さん面白いよね。すごい、食に関するエッセイとか、まあ食だけじゃないんですけれどもね、これ読んでると結構ね、いろんなもん食べたくなっちゃったりとかするし、ああわかるっていう日常的なエッセイとかざっくばらんにいろいろ書いてくれてるし、面白いんですよね。でこのバナナの丸かじり、庄司さんバナナをすごい褒めてて、普通の果物はナイフとか種を取ったりなんかしなきゃいけないけど、バナナはそのまま皮を剥けて種とかも関係なく美味しく食べられるって褒めてるんですけれど、ただしこの皮というのは人を滑らせる悪いやつだとか言ってましたね。おかしいですね。このそうです。しかもこの皮だと本当に人間は滑るのかということを身をもってわざわざ体験してみたりして面白いですね。庄司貞夫さんのこのエッセイ丸かじりシリーズ面白い。はい、今日はこちら、庄司貞夫さんのバナナの丸かじりについて豆助が紹介しました。じゃあまたね、バイバイ。